夢はもう見ないのかい、オープニングが怖いのかい。校長先生、どうしたんですか？あ、ちょっとごめんね、てってれー。あ、ちょっとごめんね、てってれー。うん、ドッキリだったんだ。何が？え、最近身の回りでおかしなこと起きてない？最近、特に何も。いや、クジラくんに何か言われなかった？クジラくんはいつも通りですけども。いつも通り？何かしたんですか？うん、ちょっとクジラくんにね、クジラ先生が転職してネジ工場に行っちゃうよって嘘を教えたんだけど、クジラくんなんかクジラ先生に言ってなかった？言ってましたわ。あれあれ、校長先生だったの？うん、僕がクジラくんに嘘ついたの。何してんねん。どういうこと？ほんでなんで私に蹴ってる？え、クジラくんと校長先生はグルってこと？あ、グルじゃないよ。クジラくんを僕が騙して、そしたらクジラくんがまあクジラ先生に何かしらコンタクトを取るかなと思ったから、そのコンタクトを取ったのはてってれー。何言ってんねんこいつ。私にてってれーはおかしいでしょ。まずクジラくんにてってれーしたの？クジラくんにまだてってれーしてません。先にクジラくんにてってれーしなさい。てか、まずそんな嘘をつくな。校長先生が生徒に嘘をつくな、絶対に。なんで？なんでじゃないわ。頭おかしいんかお前。何を言ってる、校長先生に向かって。そんな謝罪されたら許さざるを得ない。でも絶対に生徒に嘘をつくな、絶対に。あ、絶対にが2回も出てきた。ハンバーガーみたいになっていた。何言ってんの。絶対にがパンの役割をしてなんか挟んでハンバーガーみたいになってた。何言ってんのあんたは。あんたはって、君校長に向かって口が、さっきから何回か口割れるとこあるよ。ブォーブォーじゃないでしょ。ブォー、何をふざけているんだ君は。ブォー。ああ、どこ行くの。教えてくれない。ああ、まだ。